今日だろう。おめでとう。バースデーケーキなんていらないって言ったのに。それもこんなに大きいの。もう。でも、その、ありがとう。またあの夢。最近同じ夢ばかり見ている気がするわ。一緒にいたのは誰？わからない。何も思い出せない。それでもこれだけはわかる。あれは幸せな夢だって。シフィー様、おはようございます。お、二人ともおはよう。ちょうど朝食の支度が整ったところでございます。ささ、シフィー様もお席へ。いただきます。良いお天気ですね。絶好のバイト日和となりそうです。お二人はどのように過ごされますか？私もバイトのはずだったんだけど、実はバイト先のおじさんにお孫さんが生まれてしばらく休業するみたいなの。だから。今日だろう。おめでとう。何度も見る不思議な夢。前の私の手がかりが欲しくて、この人と一緒に街中を探し回ったけれど、もしかしたら街の外に前の私を知っている人がいるのかもしれない。あ、ごめんなさい。少し考え事をしていたの。あのね、バイトがお休みの間だけ旅をしてみようかと思って。シフィー様、お一人でございますか？大丈夫、一人でお使いだってできたんだもの。一人旅だってもうできるわ。シフィー様、可愛いこと言うのは自ら旅へ出てしまうものなのですね。えっ、じゃなくて、コッコロさん大丈夫よ。すぐに帰ってくるわ。手紙？どうして急に。もしかして何か気づいているのね。言うつもりはないけれど心配は心配だから、手紙ってことかしら。あなたが私のことを見通しないように。私だってあなたのこと少しくらいは分かってるんだから。いいわ、旅の日記をつけるようなものだし、そういうのも楽しそうだから。シェフィー様、お帰りになる日が決まった際はご一報ください。美味しいご飯を作って帰りをお待ちしています。うん、二人ともお土産期待して待っててね。今次の村へ向かっています。一人でこんなに遠出をするのは初めてだからちょっと不安だけど、あなたがくれた地図のおかげで迷わずに行けそうよ。だ、この地図、手書きのメモがたくさん残ってるのよね。宿の場所とか、安全な水場とか、魔物の生息地情報とか。きっと彼が私のために情報を集めてくれたんだわ。ランドソルから離れてもあの人の優しさをそばで感じるなんて。早速うちが恋しくなってきちゃった。でも
今は探さなくちゃ。前の私を知る人を。はい。ここにドラゴン族、私と同じ角や尻尾がある人住んでいないかしら。ドラゴン族？角と尻尾。あなたドラゴン族なのね。長老を呼んで。まさかこの目で伝説のドラゴン族を見る日が来るとは。ありがたや、ありがたや。羽きれい、尻尾おっきい。いやそんな強く掴んじゃダメ。ということがありました。ドラゴン族が珍しいってことすっかり忘れていたわ。そういえばランドソルにいた時は声をかけられるとすぐあなたがかばってくれたのよね。私はいつもあなたに守られていたんだって。それを実感した日になったわ。今回は良かったけど、変な連中に目をつけられないよう注意します。こっころさんに私は楽しくやってると伝えてね。あなたも体には気をつけて。と、この村に私を知る人はいなかった。次の村や町へ行けば出会えると思う？そう手紙に書いたらあの人は返事をくれるかしら。なんて、旅をしている私じゃ返事を受け取ることは無理だし、施設から通信魔法も。やっぱり心配されそうだからやめた方がいいわね。心細くてもまだ帰るわけにはいかないもの。よし、明日も人探し頑張るわよ。全力全開。ドラゴン族を探しているのだけれど、いい出汁が取れそう。この羽と尻尾を売ってくれ。ここにドラゴン族は、これはコスプレしているわけじゃ。一緒に写真？ちょっとそういうのは。ここにいるって言ってたのに。だから暑いのも空腹も我慢してっぺんまで登ったのに。ドラゴン族はどこいるの？ランドソルへ帰りますと。結局収穫はゼロだったわね。もしかしたらって思っていたのだけれど、それともあの夢は私の無意識が見せた願望だとしたら、どうしてこんな気持ちになるのかしら。何かが欠けたままのような寂しい気持ちに。って、もうこんな時間？早く出ないと。時間通りに出ていれば今頃ランドソルだったのに。それにしても昼と夜とじゃ知っている森も違って見えるのね。この雰囲気、何か出そうで不気味だわ。魔物とか盗賊とか、他には幽霊とか。不安な時こそ冷静に対処よ。
とにかく早く森を抜けて。草に引っかかるなんて、もう…な、何が近づいてくるの？魔物、盗賊、ドラゴン族を狙う連中、それとも、やっぱり幽霊？襲ってきたら氷漬け、襲ってきたら氷漬け、襲ってきたら…本当にごめんなさい。心配して迎えに来てくれたのよね。なのに勘違いして殴って、その上おんぶしてもらって、うん、ありがとう。はあ、え、どうしてわかったの？もしかしてそれを心配して迎えに来てくれたの？きっと本当はいろいろ聞きたいのよね。でも話すのを待っている。この人のこういうところが。さすがお兄ちゃんね。あのね、私夢を見たの。誰かに私の誕生日をお祝いしてもらう、そんな幸せな夢よ。前の私にも親しい誰かがいたんだって思ったの。でもランドソルの外を探してもどこにもいなかったわ。正直ちょっとがっかりしちゃった。でもそれ以上に不思議なのよ。みんなやあなたに会えなくて寂しいって思うのは理解できるわ。でも顔も覚えていない人のことを考えて寂しくなるのはどうしてなのかしら。気持ちは？そんな風に考えたことなかったわ。それならこの寂しいって気持ちを忘れないようにしなくちゃ。そしたらいつか、あ、ええ、そうよね。いつかきっと会えるわよね。ねえ、前にコッコロさんから聞いたのだけれど、美食殿ではみんなで料理を作ってお誕生日会をするのでしょ。あなたはケーキ担当だって聞いたわ。だからもし記憶が戻って誕生日も思い出したら、その時は私の分も焼いてくれるかしら。その日が楽しみだわ。ありがとう。あったかい。私がまた記憶を失ったとしても、この人の温かさだけはずっと忘れない、そんな気がする。今日だろう。おめでとう。バースデーケーキなんていらないって言ったのに。それもこんなに大きいの。もう。でもそのありがとう、ゼン兄さん。ゼン兄さん、ゼン兄さん、どうして私は。
忘れてしまったのかしら。どうして、どうして私は失ってしまったのかしら。またあの夢。ここは、そっか、私誉さんのところに。私の正体はエリスの端末、美食殿を監視するために送り込まれたスパイ。でもみんなや敵に操られた兄さんを助けたくて、そのためには誉さんの作戦チートが必要だと分かって、大切な人たちを守るために私はここに来た。暖かい家を出て、あの人の元を離れて、一人で。シェフィーちゃん、おはよう。早速だけど、はい、次の原稿だよ。すごい枚数ね。また掛け編みでいいのかしら。うん、お願い。シェフィーちゃんも職人として板についてきたよね。このままアシスタントとして雇いたいぐらいだよ。そうかしら。でもこういう細かい作業は嫌いじゃないわ。嫌いじゃないけれど、ねえ誉さん、そろそろ教えてほしいの。誉さんの作戦のこと、それからどうすれば私がエリスの道具じゃ、端末じゃなくなるのか。作戦について少しだけお話ししようかな。成功させるためにはいくつか条件があって、その一つがシェフィーちゃんが覚醒することなんだ。覚醒ってドラゴン族の潜在能力を引き出すことよね。つまり戦力として私に覚醒してほしいってこと。そういうこと。エリスはカイザーインサイト暗殺のために管理者権限を利用してシェフィーちゃんのアバターを強化してたみたいなの。だからシェフィーちゃんの覚醒は私たちにとって切り札になる。でもその分リスクも高くて、諸刃の剣ではあるんだよね。それじゃきっと全兄さんも。私一度も覚醒したことはないけれど、できるのかしら。もちろん。覚醒のトリガーは大きな困難に直面した時の衝動、負けたくない、誰かを守りたい、そんな強い思いがきっかけになるんだ。だからシェフィーちゃんも覚悟を決めて私からのお題に臨めば最速で覚醒できると思うよ。ただ少しでも可能性があるならそれで十分よ。誉さん、どうしたら覚醒できるの。お願い、教えて。それじゃあ、ここで待っているように言われたけれど、何が始まるのかしら。そういえば誉さん、いつもと少し様子が違っていたわね。それだけドラゴン族の覚醒は難しいってことかしら。だとしたらこれからすごい修行が始まるのかも。お前がシェフィーか。そうよ。こっちだ。たとえどんなに過酷な道のりだとしても乗り越えてみせる。ここにある荷物を地下へ運んでくれ。あ、荷物を運ぶことが
何の修行になるのかしら。でも誉さんのことだもの、運ぶことに意味があるのかもしれないわ。例えば、そう、荷物を重り代わりにして高速で移動する肉体強化の修行とか。誉さんの漫画にもそんなシーンがあったし、そうと分かれば頑張らなくっちゃ。よいしょと、これで全部かしら。終わったようだな。受け取れ。あ、これってオダチンのアメちゃんだ。アメちゃん、オダチンをもらってしまったわ。いちごミルク味嫌いじゃないけれど、あれは本当に修行だったのかしら。シェフィーちゃん、お疲れ様。あとは部屋でゆっくり休んでても。あの誉さん、私まだまだできます。本当？それじゃあ次はシェフィーちゃんにとってちょっと過酷かもしれないけど、やらせてください。まずは絶対に動かないこと、私の指示には従うこと、これだけは約束してね。緩んだ糸が張ったみたいに場の空気が変わった。誉さん、それだけ真剣なのね。なら私も誉さんの期待に応えてみせる。それじゃあまずはにゃんこ坊主から言ってみよう。ええ、それぐらい簡単。にゃんこ坊主？それは私の言うことは絶対だよ。腰をひねって片足上げて両手を猫みたいに丸めて構えたら、ついでにウィンクしてにゃんって言ってみよっか。にゃん。ほらほら、恥ずかしがらない。見ているのは私だけだから、もっと大胆にね。誉さんの言うことは絶対絶対。にゃにゃん。それ、いい感じだよ。しばらくそのポーズを維持しててね。これは修行、修行だから。でも一体何の修行？誉さんはそのノートに何を書いているの？やっぱり自分でやるよりいいモデルさんを手本にした方がはかどるな。ところでシェフィーちゃん、ちょっとだけ脱いでもらうのはありかな？どうにか赤ちゃんになるのは耐えたけれど、こんなに恥ずかしい思いをしたのは初めてだわ。シェフィーちゃんの体って柔らかいんだね。体のラインも綺麗だから、たくさんデッサンしちゃった。協力してくれてありがとう。デッサン？やっぱりこれって私が覚醒するための修行じゃ。ごめんね、お詫びの気持ちにお茶をご馳走しちゃうから。そうだ、よかったら私の原稿読んでもらえないかな。誉さん、どうして何も教えてくれないのかしら。やっぱり私のことまだ信用できないとか。シェフィーちゃん、
難しそうな顔してるけど、どうしたの？私の漫画読みにくかったかな？ごめんなさい。ちょっと考え事をしてて。誉さんの作品はいつも最後はハッピーエンドなのね。シェフィーちゃんはハッピーエンド好きじゃない？いいえ、嫌いじゃないわ。だってどんなに辛いことがあっても最後はみんな幸せになるのでしょ。私もこの漫画のようにみんなと幸せに暮らす、そんな未来を作っていきたいもの。私もね、ハッピーエンド大好きなんだ。だからこの世界の行き着く先にはバッドエンドしかなくて、ハッピーエンドに続くかもしれないルートが一つだけ見つかった時はやっぱり嬉しかったよ。だけどね、そのルートの先に、その笑顔の輪に誰かがいないとしても、それでも選ぶべきだと思う？え？誰かがいないって。ごめんね。全部教えたら、シェフィーちゃんは覚醒できて、作戦も実行できるって分かってるんだけど。シェフィーちゃんの覚醒は、モロハの剣だって言ったのは、覚えてる？それってつまりは、能力が桁違いに上がる分、負担も大きくなって、シェフィーちゃんの魂に、データに影響が出るかもしれないんだ。それから、エリスの端末をやめたいって言ったけど、この作戦は、シェフィーちゃんがエリスの端末であるからこそ実行できるんだよね。これがうまくいったら、うまくいくってことは、シェフィーちゃんが、誉さん、何が言いたいの？シェフィーちゃん言ったよね。みんなと一緒にいたいって。でもね、ただ一つだけのハッピーエンドを選ぶってことは、シェフィーちゃんも、シェフィーちゃんの願いも。そっか。そういうことだったのね。おとぎ話みたいに都合よく、みんなめでたし、なんていくとは限らないわよね。ここは漫画の世界じゃないんだから。私、記憶を取り戻すのを少し楽しみにしていたの。美食殿の一員だって胸を張りたくて。私を大切にしてくれた人を思い出したくて。自分の誕生日をあの人に教えたくて。でも実際は、私が美食殿に危険をもたらすスパイで、やっと会えた兄さんを目の前で失って、私の誕生日ももう教えるどころじゃなくなっちゃった。それでも前の私を取り戻せてよかったって思ってる。何も知らないまま道具として利用されていた前より、辛くても自分で選択できる今の方がずっといいもの。少しでも可能性があるなら、私もかけてみたい。今度こそ大切な人を守りたいから。だから誉さん、私は戦うわ。どんな運命が待っていても、愛する人たちのそばで。そっか、ありがとう、シェフィーちゃん。せっかく誕生日を思い出したのなら、私とお祝いする？豪華なケーキ焼いてあげる。ありがとう、誉さん。でも遠慮しておくわ。まだ誕生日は先だし、それにあの人との約束があるの。誕生日を思い出したらケーキを焼いてほしいって。叶わないとしても、あの人との約束を破りたくないから。
私が言える立場じゃないけど、何にでも想定外って起きるんだよ。悪いことでもいいことでも。だからそんなに悲観的にならなくてもいいんじゃないかな。捨てる神あれば拾う神ありって言葉もあるんだし、どこかの神様が奇跡を起こしてくれるかも。少なくとも私はまだ全部を諦めていないよ。最後まで他のルートはないか頑張ってみるから。シェフィーちゃんもね。本当に神様がいるのだとすれば、せめてみんなから誕生日を祝ってもらえる、そんな未来もあったのかしら、なんて叶える気もない夢を見ている暇なんてないわね。私にはやるべきことがある。おまれさん、ありがとう。でも、もう覚悟は決まったから、世界の終わりをハッピーエンドにする。そのために、私が覚醒できるように、どうか導いて。うちも無理なら、せめてみんなのために少しの間兄さんを凍らせるだけでも。兄さん、あああの時、兄さんは私の声で一瞬だけ動きを止めた気がする。そのおかげで私の攻撃が先に当たって、ゼーン兄さんごめんなさい。また私のせいで。どうぞ。シェフィー様、今日も眠れなかったのですか？ごめんなさい、心配ばかりかけて。謝らないでください。それよりも体の調子はいかがですか？ソルの塔での戦いの後、私たちは倒れているシェフィー様を発見しましたが、それからずっと体調が悪いご様子。それだけ覚醒の反動は大きかったのでしょう。ええ、でも少し寝れば回復するから。ですが眠れていないのですよね。私、何か温かい飲み物を持ってまいります。主様はシェフィー様を寝かしつけてくださいませ。え、そんな、私もう赤ちゃんじゃないのよ。言ってしまったわ。ごめんなさい、勝手にいなくなったこと。あの後ね、誉さんを頼ったの。そこで死に物狂いで修行して覚醒できるようになったわ。この力でみんなやあなたを守りたくて。でも私、兄さんを救えなかった。ごめんなさい、泣くつもりなんかなかったのに。ええ、そうね。でも眠ると悪い夢を見てしまいそうだから、私がうなされていたら起こしてくれる？あなたのそばだとなんだか安心できるし、甘えてしまって
ごめんなさい。シフナ。ここで寝るな。風邪をひく。全兄さん。どうした？私どうしてここに。あ、そうだ、兄さんを散歩に誘ったんだわ。だってこれからはもう兄さんと一緒には。明日からしばらく兄さんと会えなくなるのよね。なんだか寂しい。あっ、ま、待って、今のは。分かっている。一人にして悪いと思っている。全然分かってないじゃない。心配かけたくないから言わないようにしてたのに、結局兄さんに甘えてしまって恥ずかしいわ。でも今日が最後ならちゃんと伝えた方がいいわよね。そのありがとう。今年は私の誕生日を一緒にお祝いできないから、今日はその穴埋めとして誘ってくれたのでしょ。本当は忙しいはずなのに。兄さんはいつも私との約束を優先してくれるわよね。でもこれからは私よりも自分のことを一番大切にしてね。兄さんは真面目だから、小さい頃からずっと私の世話を焼いてくれたでしょ。朝の支度とか送り迎えとか。そういえばお母さんがいない時はお弁当を作ってくれたこともあったわね。スケートを反対された時、兄さんだけは味方になってくれたし、飛べなくなった時は心ない視線や噂から私を遠ざけてくれた。レジェンド・オブ・アストルムを始めたいって言った時も、ゲーム苦手なくせに一緒にやるって言ってくれたわ。いつまで経っても守られるだけの自分が歯がゆくて、なのにそれが嬉しくてずっと甘えていたような気がする。だけど私を優先するってことは他の選択を捨てるってことでしょう。そう考えて急に不安になったの。兄さんは努力家だから私のことを第一に考えながら、剣道だって全国で優勝したし、大学に通う合間にプロの棋士にもなった。でも私がいなければもっと自由だったし、もっと早く夢を叶えることだってできたはずよ。私もう重荷になりたくないの。私のせいで兄さんの可能性を奪いたくない。私のために兄さんの大切なものを捨ててほしくない。兄さんはもう私のために自分を犠牲にしなくていいのよ。シフナ。何？お前はずっとそんな風に考えていたのか。いや、そう思わせたのか。俺はいつも気づくのが遅い。あの時もそうだったな。あの時、何のこと？ここでは忘れていろ。
今は聞いてくれ。俺はやるべきことをやってきた。だがお前と過ごす時間は俺が望んだことだ。何も奪われていない。捨ててもいない。俺はただ俺が望むよう行動してきた。妹を守る。それができて俺は満足している。兄さん、泣き虫はまだ治っていなかったが。もう全部兄さんのせいよ。そうやって笑っていてくれ、シェフィ。え？来たか。あなたどうしてここに？兄さん、この人は？名も知らない親切な少年。妹がずっとお前に会いたがっていた。ちょっと兄さん、誤解を招くような言い方はやめて。私はただ彼にいろいろとお礼を伝えたくて。俺からも伝えたいことがある。妹はもうすぐ誕生日だ。誕生日は。ちょっと兄さん。生クリームは甘さ控えめ、代わりにフルーツ多めが好ましい。思いのほか体重の増減に敏感だ。気を使ってやってくれ。だから兄さん、急に何の話をしているの？お前の話だ。それから少年、今一度と、お前は何のために戦う？そうか、俺にも守るべきものがあった。それを思い出せた。妹を頼む。さっきから変よ。一体どうしてしまったの？なんだかまるで。すまない。俺はもう。そうよ兄さん、次帰ってきたら一緒にお祝いしてもらうから、約束よ。約束。兄さん、言ってしまったわ。さっきはありがとう。なんだかあのまま兄さんが帰ってこないような気がして少し怖かったの。でも兄さんは約束を破れない人だから。だからきっと。そういえば私、あなたとは何度か会って一緒にお話ししたけれど、まだ名前すら聞いたことなかったのよね。次会ったら知りたいなって思って、散歩のついでにあなたを探したこともあるのよ。あなただと勘違いして別の人を必死で追いかけてしまって恥ずかしい思いもして。つまりその、私はシフナっていうの。あなたは？よかった、やっと聞けたわ。急に名前を知りたいなんてびっくりさせてしまったわよね。でもずっと前から思っていたの。
あなたのこと、もっと知りたいって。だから、二人で遊びに行きたいって、あなたを誘ってもいいかしら。コンタクトが可能になったようですね。それはつまり彼女の言うチートが、逆ハッキングが成功したということでしょう。エリスが私に扮してあなたやシェフィーに接触したことがある以上、私が本物か否か疑われるのは当然です。証明する術はありませんが、今は信じてほしいとアルゴリズムの根底から願うことしかできません。エリスによる支配は未だ続いています。それでも剥奪されなかった数少ない権限を使って、この空間を、夢の世界を構築しました。彼女たちへのせめてもの償いのために。覚えていないと思いますが、現実を受け入れる下地作りのために、あなたは幾度となくナビ妖精の夢を見てきました。私もエリスが眠るその間、彼女が復元作成した D 型検体、あの兄弟の記憶を密かに再構築していました。記憶の復元に成功すれば、その絆を取り戻し、エリスの計画も失敗に終わるとそう予測したのですが、再構築は順調に進んでいたものの、間の悪い運命的な最悪のきっかけで、二人は兄弟として再会してしまったのです。私がエリスに権限を奪われたばかりに。人間の言葉に置き換えれば、罪の意識を感じています。今の私は全能な管理者ではなく、無能な傍観者でしかありません。それでもあなた方が今残酷な運命に抗っているように、私も使える限りの権限を乱用することにしました。とはいえ、今の私に行使できるのはナビ妖精が時々見せるご褒美程度のものです。今見た夢も残念ながら記憶として残ることはありません。目覚めた時、あの再会を忘れることになります。それでも失うわけではない。あなた方人間は大切なものを無意識の領域に保存しているのですから、この電子の箱庭にも削除できないデータはある。この夢がそうなってほしいと私は願っています。もう時間のようですね。シェフィ、あなたの決意に感謝します。そしてごめんなさい。主様、お目覚めですか？シフィー様の寝顔を見てくださいませ。何か良い夢でも見ているのでしょうか？誕生日は？シフィー様が目覚めたら最後の戦いが始まります。ですが、その前にペコリーヌ様からご提案いただいたのですが、他の皆様とご一緒に晩餐会をするのはどうかと。え？ターゲットは？ただいま皆様との談笑を楽しまれております。こちらの計画には気づいてはいらっしゃらないかと。よろしい。例の準備は？料理はもちろん、部屋の飾り付けにテーブルのセット、それからクラッカーもいつでも OK ですよ。それじゃあ責任を持ってシェフィーをこっちの部屋へ誘導しなさい。あんたそういうの得意でしょ。
各自配置について。了解です。そんなこそこそ話してどうしたの？美食殿だっけ？そういえば今朝ペコリーヌさんが大きな魔物を仕留めてきたわよね。もしかして試食会でもするの？私ももう魔物のお肉にはだいぶ慣れてきたし、どんな料理だろうと驚いたりしないわ。それじゃあ一緒に行きましょうか。この部屋でいいの？みんないないみたいだけど。料理にケーキ。ねえ、これって、シェフィお誕生日おめでとうございます。これ私の誕生日会なの？そうよ。ほら、主役は早く席に座った座った。じゃーん。前菜はコッコロちゃん、スープはキャルちゃん、肉料理は私が丹精込めて作りました。そしてこちらのケーキは主様の手作りでございます。まあこんな状況じゃ大した料理は作れなかったけど、結構工夫したし味も悪くないと思うのよね。どうよ。どうって、どうして？私みんなに誕生日がいつなんて話したことなかったわよね。もしかして誉さんから何か聞いたの？こんなつもりなかったのに。どうしてと言われても、私もこいつがどうやってその情報を仕入れたかは知らないし。というかシェフィ、やっぱり誕生日だってこと隠すつもりだったのね。言いにくいってのはわかるけど、私たちぐらいには言いなさいよ。そうです、水臭いですよシェフィちゃん。その年のお誕生日は一回きりなんですから、知った以上は全力全開でお祝いさせていただきますよ。はい、シェフィ様は私たち美食殿の一員なのでございますから。約束、そうね、約束したわ。お祝いしてねって。ほらほら、冷めちゃう前に食べちゃいなさいって。ええ、は、その、お味はいかがですか？ごめんなさい、よくわからないわ。わからないってことないでしょ。まあまあとか普通とか美味しいとか。しょっぱいわ。しょっぱい？おかしいわね、コーンスープがしょっぱく感じるなんて。ちょっとシェフィ泣いてるの？喜んでくれるとは思ってたけど。ささシェフィ様、私めがお顔を拭いて差し上げますよ。そんなに感動してもらえるなんて、私たちの料理ってやばいですね。本当にやばいわ。嬉しくても涙ってこんなに出てくるのね。私ね、もうここへは帰れないってずっと思っていたわ。でもまたみんなと一緒に戦えるようになって、元の関係に戻れなくてもそれだけで十分
って思っていたのに、みんなは私を美食殿の一員だって、仲間で家族だってまた受け入れてくれた。そう感じたらなんだか胸がいっぱいになってしまって、だって本当はずっとずっとみんなのところへ帰りたかったんだもの。シェリーちゃん、あんた泣かせること言うんじゃないわよ。私もずっとシェフィー様の帰りをお待ちしておりました。美食殿がシェフィーちゃんのお家です。これからもずっと。ただいま、みんな。計画がうまくいっているのね。誉さんが言っていたように、拾う神様がどこかにいたってことなのかしら。だとしたら、みんなに誕生日を祝ってもらう。その望みが叶ったことを神様に感謝しなくちゃ。あっ、びっくりした。どうしたの？あなたも風に当たりに来たの？ちょうどよかった。あなたに伝えたいことがあって。私の誕生日ケーキ、約束通りあなたが焼いてくれたのでしょ。甘さは控えめで、フルーツがたくさん入っていて、とても懐かしい味がした。言った覚えがないのに、どうしてあのケーキを知っているのか不思議だけど。私ね、なるべく兄さんのことを考えないようにしていたの。私をかばって倒れた姿しか思い出せなくて、それが辛くて。でもあなたのケーキを食べたら、兄さんの笑顔が浮かんだの。それからもう思い出しても辛いだけじゃなくなったわ。だから嫌いじゃなかった。いいえ、むしろ好きよ。これから何が起きようと後悔なんてしない。だって私もそう望んだのだから。あなたに見てほしいの、私の選択を。兄さんは最後まで私を守ってくれた。だから私も兄さんのようにこの力でみんなのことを、あなたのことを守ってみせるから。私は美食殿のシェフィー。今なら胸を張ってそう言える。だから、あなたのそばにいたいって気持ちも、もう隠したりしない。記憶がなかった頃、あなたは大丈夫だよって笑って、迷子のような私を支えてくれた。今度は、私があなたを助ける番よ。みんなと過ごす時間は、私を幸せな気持ちにしてくれた。でも、あなたと二人で過ごすひとときも、嫌いじゃなかったわ。過去を知ったときは辛かった。でも、知らないままだったら、何も気づけなかったと思うの。きっと、あなたへの思いにも、願いと引き換えに手に入れたこの力、
私の愛する人たち。家族やあなたは、私が守るわ。記憶の手がかり、一緒に探してくれる？空から落ちてきた私を受け止めて助けてくれて、みんなにはたくさん世話になってしまったわ。これから少しずつでも恩返ししなくちゃね。自分に何ができるかまだわからないけど、私みんなの役に立ちたいの。あなたも私にしてほしいことがあったら遠慮なく言ってね。私の記憶の手がかり探し、いつも手伝ってくれてありがとう。って言っても、食べ歩きしてばかりだけどね。でも、それが美食殿のギルド活動だものね。私的には、食べ歩きってなんだか新鮮な感じだわ。新鮮だし、とっても、楽しいの。前の私は食べ歩きなんてしなかったのかしら。それともあなたと一緒だから楽しいのかしら。記憶喪失も問題だけど、時々赤ん坊みたいになってしまうことも何とかしなきゃ。だって本当に恥ずかしいんだもの。美食殿での毎日、とても充実してる。みんなにも、あなたにも感謝してるわ。でも、虫料理と魔物料理は、勘弁してもらえないかしら。自分の記憶が戻った時のことを考えると、なんだか怖くなるの。あなたとも、みんなとも、お別れすることになるんじゃないかって。だけど、だからこそ、私は本当の自分を探したい。胸を張って、みんなの仲間だって。言えるように。
辛いことや怖いことがあってもきっと大丈夫。だって私の胸の中にはたくさんたくさん温かい思い出があるから、あなたとのね。これが兄さんと同じ覚醒の力。私、あなたを守れるぐらい強くなったわ。だからこれからは私のことも頼ってほしいの。守られるだけの存在からはもう卒業よ。私の宝箱の中身はきっとみんなとの思い出でいっぱいになってるわね。え？二箱目を作ろうってそうね、まだやりたいことたくさんあるものね。最近記憶を取り戻す前のみんなと暮らしていた幸せな頃をよく思い出すの。それからあなたと歩いた何気ない日々のことも。楽しい時、不安な時、いつもそばにはあなたがいた。それは記憶を取り戻した今も。あなたは兄さんのように優しくて温かい人よ。でもそばにいてくれるのが嬉しいのにそわそわして、この気持ちは兄さんに対する思いと少し違う気がしたの。あなたは私のお兄ちゃんだけど、それだけじゃない。なんて言ったら、その時に限って赤ちゃんにならないのね。運命を切り開いてみせるわ。
記憶を取り戻したけれど、私は何も変わったつもりはないの。だから、その、これからも家族でいていいかしら。願いと引き換えに手に入れたこの力、私の愛する人たち、家族やあなたは私が守るわ。美味しいご飯のためね。ここにいるととても落ち着くわ。自分の家だものね。最近少し太ったかも。きっと美味しいもの食べ過ぎね。別に食いしん坊じゃないのよ。でももう一口だけ。いい香りね。とっても落ち着くわ。あまり興味ないわ。けど、かわいい。ここが、私の家。それはこれからも、ずっと変わらないわ。ふかふか、ぎゅーん。うわ、これはその、ストレッチしてて。ネビアに話しかけると、逃げられるのよね。もう襲わないのに。アイスクリームでも作ろうかしら。バニラにミントに。おお、なるほどね。勉強になるわ。ここにいるととても落ち着くわ。自分の家だものね。冷やす方が得意だけど、あったかいのも嫌いじゃないのよ。油断はダメよ。準備はできてるわ。行くわよ。アクセル。氷の道を。どんどん行くわよ。行くわよ。我が竜、目覚めて。覚悟は決まったから、この一撃にかけるしかない。フロストパンク。たアクセル。氷の道を。はっ。これで最後よ。行くわよ。我が竜、目覚めて。覚
悟は決まったから、この一撃にかけるしかない。フロストパング、かーアクセル、氷の位置をセイ、アクセル、氷の位置をやっ、それじゃあ勝利のご飯ね。勝利の風を。シェフィー様、ハンカチは持ちましたか？信念を祝して、精霊よ、アクセス、浜の氷を、氷の道を、シェフィー様、風よ刃に集え、緑水の絆風、さすがママ、まだまだこれからよ、行くわよ、精霊、コッコロさん、絶対レイドよ、氷付け、主任者ダンス、よくできましたね、浜の氷よ、コッコロさん、登り竜よ、前、プロイデンスダンス、よくできましたね、シェフィー様、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、ありがとう、信念に祝して、これで最後よ、信念に祝して、シェフィー様、大いなる海の力、癒しの輝きを放て、ありがとう、お役に立ちます、倒しません、勝機と見ました、風よ刃に集え、月水の絆風、さすがママ、精霊よ、浜の氷よ、コッコロさん、登り竜よ、前、プロイデンスタンス、よくできましたね、やったわね、どう、ま、コッコロさん、はい、シェフィー様のご活躍見ておりましたよ。行きますよ。新年の門出と行きましょう。お持ち、持ち、持ち、アクセス、浜の氷を、氷の道を清めるわ。おばさま、ニューイヤーストライク、すごいわね、おかわりおかわり、シェフィーちゃん、全力全開のさらに先、超全力全開プリンセスストライク、すごいわね、ピカッと切ります、浜の氷よ、ココリーヌさん、登り竜よ、前、プロイデンスタンス、かき氷みたい、氷の道を、シェフィーさん、この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク、すごいわね、信念を祝して、これでラストね、ほらほら、信念を、ペコリーヌさん、絶対レイドよ、氷付け、主任者ダンス、かき氷みたい、この力で祭りです、氷の道を、ここで決めます、この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク、すごいわね、はは、一撃必殺、全力全開のさらに先、超全力全開プリンセスストライク、すごいわね、やっ、お披露目ね、登り竜よ、前、プロイデンスタンス、かき氷みたい、じゃあご飯にしましょうか、
シェフィーちゃんも。魔物料理はやめてね。お願いだから。ぶっ殺すわよ。シェフィー、油断すんじゃないわよ。逃げ場はないわ。アクセル浜の氷よ。それ。やあ、浜の氷よ。キャル。上り竜よ、前。プロイデンスタンス。シェフィーやるぞ。アクセル。これからよ。シーン、見てなさい、シェフィー。消えちゃえ、アビスエンドバーストやるじゃない。アクセル、見てなさい、シェフィー。冷たいのあげる。これで頭冷やしなさいよ。爽快ね。やるじゃない。蹴散らすわ。見てなさい、シェフィー。魔力全開放、オーバーロードバースト。やるじゃない。清めるわ。キャル、絶対レイドよ。氷付け、主任シェダンス。チェキやるじゃない。ぶっ殺すわよ。キャル、上り竜よ、前。プロイデンスタンス。チェキやるじゃない。さあ仕上げね。信念は限界を超える。魔力全開放、オーバーロードバースト。やるじゃない。蹴散らすわ。キャル、絶対レイドよ。氷付け、主任シェナッツ。チェキやるじゃない。氷の道。キャル、上り竜よ、前。プロイデンスタンス。シェフィーやるじゃない。花の氷を沈め。やっ、大きな。見てなさい、シェフィー。冷たいのあげる。これで頭冷やしなさいよ。爽快ね。やるじゃない。勝った勝った。キャッキャッ、バブバブ。もうやめてったら。プリンセスとして、キャルちゃん、コックロちゃん、これが最後の試練みたいですね。最後っていうだけあって、随分とヤバそうな感じね。似て非なるものというのは恐ろしいものですね。危ないからコッコロちゃんは下がっていた方がいいですよ。ご冗談を、ペコリーヌ様。私たちがこれまで歩んできた道は伊達ではございません。この試練も必ず乗り越えてみせます。仕方ないわね。コロスケがそこまで言うなら私も付き合ってあげるわ。この戦いを乗り越えて大いなる力を手に入れましょう。頑張りましょう。働きますわよ。氷の道は合体攻撃なのだ。はっ、絆の力、マイリアスター。やったー、すごい気で。ペコリーヌさん、絶対レイドよ。氷付け、主任シェナッツ。かき氷、働きますわよ。目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ、ユスティアラ陛下、ミリオン・フリッピング。
これが兄さんと同じ覚醒の力。